グレイ先生、私はあなたに2つ秘密にしていることがあります。1つは私が誰にも治せない厄介な不治の病にかかっていること。そしてもう1つは私の執事のこと。私の家ネイクスケは代々薬の製法だけでなく毒薬、そして暗殺術にも精通した家系なのです。もし人間との交渉が決裂した場合、あなたがリトバイト家のものを闇に葬るのです。できますね、サーフェンティッド。はい、お母様。幸いにしてそんな事態は訪れませんでしたが、もしそうなった時、私はリトバイト家の方々を、グレン先生を本当に殺せたでしょうか。あなたに会ってこの不治の病にかかってしまった私も、痺れる。先生、逃げて、逃げてください。先生、グレン先生、こんな時でもかっこいい。